が遠い。ちょっと7分の1が引けちゃう病になっちゃった。やっべ。ね、今日はこういう流れなんです。どうすか。困った。どうすか。はい、投資4000円からついに追加投資5本目。とにかく ARP 入って、初期のゲーム数である程度まとまったゲーム数にしないことにはどうやったってこういう展開になりますね。だから意外と本当なんでしょう、キックが激しいですよね。出るときはもうバーンって出て、出ないとずっと飲まれ続けるみたいな。7分の1が引けちゃうみたいね。ほら2ゲームだもん。ってことはそこのレバーをちょっと変えていかないとあかんね。もう分かったね。ピラミッドソロは結局しかないし、ね、MD 確かに終わってたよね。終わってた場合 RT が終了する条件って3枚ベルなんですよ。終わんなかったでしょ。ってことは可能性があるのはこの3枚ベルで MD 当選してるか、もしくはこっち当たってるか。ああ MB 当選してんね。 MB 当選、はい、ただこれで結局同じなんですよ。で、7分の1を今日は僕は引けるレバーみたいなのでちょっといつもと違う感じになります。いつもと違う感じ、薄くね、いつも厚くレバーを叩いてたもん。今日は薄く叩いてくる。イエス、おしじみ正解。ノノン、チェリーまだよ、気抜いちゃあかんで。押し順正解。今日はね、連続だね、連続だね。今日は連続するってことは分かったからこっちだね。これ確定。ああ、だよ。都合投資が5本、5本。
叩くといいことないみたいだから、ちょっと叩かないでいっちゃう。石川区叩くことをせずに、あくまでムツゴロウ。指差し確認、よし。残念。いやー簡単だね、秘宝伝ね。あのさ、下手に成功しちゃったもんだからもう必要になれてんだよね。しかも心の中でよーしよしよしよしとか言ってるから。おっと、まあまあ行きますんでね、まあまあ行きます。おー、いいね、銀ナビ。アンドレオナ姫のフライパン攻撃。そして残念な感じのレトロ兵からのディープレイからの、ああやっとだ、いつか。おお、やら、そろそろ叩きが欲しいのか、お前。ん？はい、シングル3連続で。
で、上乗せチャレンジ確定。この後5連続になったらちょっとどうなるか分かんない。5連続はちょっと分かんない。あ、6連続とかもう俺も本当分かんない。ストックするんだったらやばいかもしれない。これ一応5ゲーム間で7分の1のシングルを引かなければ、あ、50ゲーム以上の上乗せになります。はい、これで50ゲーム以上の上乗せです。おひねり出たらやばいんですけどね。で、一応俺6連続してるからあと2個あるストックするし、あい、あ、ダメだ。1回だけみたいだね。うん、惜しかったね。そこはちょっとストックしてほしいよね。うん、だって7分の1の6乗だから俺えらいことしたよ今。ちなみにあの ART 中この上乗せチャレンジ降格状態みたいのがありますんで、そこ行くとシングル1回でも行きますんで、シングル2回でも行くし、これとかもういらないってことは分かった。で3ゲーム煽りなんで次で入ります。あー、ダメだ。これでもうシングルなんで。ただ残るとすればまだチェリーの可能性があるんです。あ、共通ベル、うまいね、共通ベル。うまいね。うシングル5連とかの後にね、シングル引きたくないよね。なるほど。ああ、400ゲームで MB を1回しか引けなかった割には2回か。ああ、750枚出てますもんね。まあ十分かな。あるぞ。あー、ダメだ。おー、入ってた、入ってた。これで降格以上は確定ですよね。うまいね。ムツゴロウが効いてるぜ。少々。
使います。なんかムカついてきた。ちょっとムカついてきたよ。まだほらこれで同時当選してる可能性あるし。面白いでしょ。結構面白いでしょ。ここで面白いって思えるやつは多分いないな。6連続するね。やばい、ついてない。やばい、あーセーフ。攻撃はやっぱハルト&マヤの方が熱いですからね。マヤ、おー、お前か。お母さん、僕チャンス目引きました。50分の1のチャンス目引きました。さあ、ごたく押し順、正解用は11枚、役はチェリー、チェリー。すごい、ここに来て押し順正解しまくり。ほらね、まあシングル成立と同時に告知みたいな感じだと思います。
し入んないイコールこれはセーフなんですね。イナンプついてないけど。あ、ついてる。ついてない。やっべ、まだ確定してない可能性ある。やっべ、ふざけんなってお前。まあまあ出たぞ俺。あれでもない、これでもない。何そんなちっちゃい剣持ってんのお前。あー、やったやった。押し順ベル、押し順ベル来れば OK、 セーフね。あー、よかった。はい、ART 初当たり10回目が終わります。これ一応強い4以上で出やすいかなって。4なの。まあいいや、4でもこんなもんですよ所詮。はい、という感じでですね、最後の ART で250枚と。5本使ってますんで、まあ2万負けでいいのかなっていう感じで、新内日本編はお開きでございます。ありがとうございました。はい、新内ということでですね、日本編伝説への道打ってきました。まああんなもんだと思いますね。出る出ないっていうか、出る分には本当に設定不問のところあります。で、なんで出なかったかって言ったら、あ、まあまあ ART にポン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 入ってた時にやりきれなかったっていうところがもう全てですね。これはもう別に非本題に限らず他の棋士でも同じこと言えると思います。で、結果としては25本使って5本回収ですんで、まあ2万負けと。まあ大体こんなもんかなっていう感じですよね。で、設定面は最後シャーリーの演習、あの ART 終了画面が出たんで4もあったのみたいな感じの台かと思います。さすがは11日伊勢崎でしたね。気候な伊勢崎ということで、左ゴリゴリの6でしたからね。まあ最後の1台で余り物に服が毎回毎回あるかというとそうはいかないんでね。昨日がね、実はね、余り物に服がありすぎちゃってね、えらいことになってたんですよ。だからそれの昨日の今日だったんで、ちょっとね、はずに構えた部分があったんで、まあちょっとそこはちゃんとやった方がよかったのかなという、負け犬の遠吠えをしたところで、また次回ですね。で、とにかく飛鳳殿は、なんでしょうね、押し順当てみたいなところありますから、だから台との駆け引きを楽しみながらですね、ただ淡々と打っちゃうと、本当に淡々と終わるだけなんで、そうすると何にも残んないですから、この押し順を正解すればモードが上がって ART に近づくから、じゃあどこを押そうかっていうところをいろんな切り口で楽しむ台だと思いますんで、やってみたらいいんじゃないかなと思います。はい、終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。